3月16日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅反発です。全引けは先週末と比べて18円54銭高の 1万7449円59銭となりました。トピックス東証株価指数も 6.69 ポイント高、 JPX 日経400 33.77 ポイント高とそれぞれ小幅に上昇しております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 79%、 1713銘柄と高水準でした。これに対して値下がりは約 19%、 419銘柄、全体の8割近くが値上がりしております。トピックスの規模別株価指数もいずれも上昇、ただ大型中型は小幅な上昇にとどまったのに対し小型株の上昇が目立ったと。トピックスの規模別株価指数で言いますと小型株の上昇率は 2% 台後半となっておりまして大きく上げております。新興市場も含めまして先週にかけて大きく売り込まれた小型株を見直す動きが広がり、銘柄の数の上では多い小型株の上昇が東証一部全体での8割近い値上がりという構成につながった面があります。商いは週初月曜日の前場としては高水準です。売買高10億8400万株余り、売買代金1兆4775億円、1兆5000億円近い売買代金を前場段階でこなしております。月曜日ということを考えますと、まあ、1日通してこのままいけば3兆円近い売買代金ということになりますが、ただこの後日銀の金融政策決定会合を前倒して今日正午から開催予定というスケジュールもありまして、これを受けて5番に商いが膨らめばさらに今日の1日通しての売買が膨らむ可能性もあるという水準でもありますね。今日は日経平均株価朝方から上昇して始まりました。先週末のアメリカ株式相場が急反発したという流れに加えまして、今日の日本時間の早朝の時間帯に FRB アメリカの連邦準備制度理事会が緊急で利下げを行ったと、 1% 幅の大幅な利下げを行ったということ、さらに今日の日本時間朝方に日銀が金融政策決定会合を前倒しで実施すると、今日の12時から前倒しで実施すると発表したことなども期待を誘う形となりまして買いが先行、日経平均株価寄り付きから間もない段階で300円近く上昇する場面もありました。ただその後は一気に売り物も増えまして、日経平均その約9分後ですねには245円安というところまで売り込まれまして、値幅としますと540円余り高値と安値の値幅が出たということでありますが、こちらが高値が9時1分安値が9時10分ということで寄り付きから間もない段階で大きく売り買いが交錯したという動きが見られました。それ以降は日銀の決定会合の内容などを見極めたいといったムードも強まりまして、先週末の終値近辺での推移となりまして小幅な上昇で取引を終えたというのが今日の日経平均全場の動きであります。引き続き新型コロナウイルス感染拡大の景気への影響が懸念されている一方で、世界的な日米欧などの協調的な金融政策財政政策などへの期待感が下値を支えたという形で推移しました。先週末日経先週に1週間で日経平均株価3300円以上大きく下げたと、下値を切り下げたということなどもありまして見直し買いを入れる投資家も多かったようであります。そういった中で個別銘柄全体の8割近くが値上がりしたという構成ですが、上昇した銘柄といたしましては富士フイルムホールディングス4901が買い先行となり7日ぶりに反発して全場と全引けとなりました。今日の寄り付き前に発行済み株式総数の 1% 強430万株金額で150億円をそれぞれ上限に自社株が行うと発表して交換された形であります。逆に下げた銘柄としましては日揮ホールディングスエンジニアリング大手の日揮1963は結局 6% を超える下落で全引けとなりました。なお下げ止まらずということですね。原油相場が引き続き弱含んでいるということなどが手がかり材料で海外投資家などの売りを吸収する買いが少ないということで下げております。以上今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。